運転してるってここ髪を髪をした、うん、忙しいのね。それ塀にくい、え、見つけにくいね、車入られて。で、部屋用のこれあるんですよ、ワンプッシュの、あれ一遍やって、あのこの部屋でワンプッシュしたら必ず死ぬっちゅうやつ、プシュッとこう液チュルッと出んねん。で、車にプシュッとやってん、俺がもう酔うたわ、それで全く痛なんで、めっちゃ効いたこと言うの、うわ、これきつい薬やな思ったわ、ほんまに効くねん。で、車の中やで密閉されてるんですよ、この狭いしな、よう効くねん人間に。で、カーにも効いたかもしれんけど、乗ってるもんも大変やん。せやかい、こういう部屋でワンプッシュで4畳半か6畳効くとかいうやつ、密閉空間の車やったら濃縮されてるわ、ほんまに気分かよ思ったけど、うん、なんかすごいねな、あれ人間でそんな気分だった。やっぱり蚊致死量に、致死量ね、あれ、先羽折ってたんや、あれ、あ、道に、ほんで、あ、ちょうどええわ、あ、折ってたの、拾ってきた、拾ってきて、それつけなあかんや、つける気がないね腰痛いじゃない、キャンドル登ったのまだ始まれるぞって、しんどいな、まあ、いつかしようと思って置いてやる加減な性格、もう正反対やな、俺とな、高橋君は。いや、そうでもないで、俺もええ加減やね。火力がちょっと上がるのちょっと待ってこい、うん、さっきより火ついてる、ついてる、これ、スギちゃん、大型やんな、せやスギチョンの方がお料理ちゃんとしっかりしてる思ってたけど、めっちゃ大雑把や。で、小学校の時はそうでもなかった、小学校の時は細かかった。何でやろ、俺このままやったら友達できへんなと思う、ものすごくなんか細かい神経質だったやろ、きちんとしてるな、もうこれあかん思って、もともとほんならきっちりしてるあれやな、でもな、なんか自分の思う通りだなって気ぃすまへんとやられて、きっちりもうやねん、これあかんわ、いつ気づいたの、中1ぐらいえらいね、中1でそんなに気づいたの、これあかんわ、今したあかんわ、それ誰か言われた、高千穂と一緒にいて、よう俺の我慢してくれてるな一緒に釣り行ってるんだ、俺のこのわがまましてくれてるなと思ってた、そう思うんだ、このままやったら嫌われてたまらない思い出したら、いやもう全然ええの性格になろうと思って、あ、そういう性格になろう思ったらそうだった、あの、まあ、人間ってそうやねんな、やっぱもう心し疲労もってな、気になることあっても別にそれでええんちゃうよ、それかまへんでええすぐせえなれた、そういや、なかなかなられん、あのままやっても俺でなんで自分の思う通りにならんと気すまへんタイプ、なんでも道具でも釣り道具でもなんでもそれ今日寝ないでよかな、カード入れたね、あ、野菜入れんの、うん、カード1個入れてくれ、入れる、掃除大変やね、あ、なんか入れよう、ひっついたら取れへんわ、掃除、あ、野菜、うん、いや、ちょっと待って、これ取るとかで入れる、このラードなるまでだな、掃除めっちゃ苦かったよ、これラードつけ出したらめっちゃ良くなったよ、掃除、それ最後、思ってるぜ、このフライパン。
サラダ油ないけどな、俺サラダ油使えへんタイプだし。サラダ油も悪いって言ってる人多いけど、ほんま、うん、体が悪い。まあ油やからな、うん、マーガリンも悪いって言ってる人。ああ、悪い悪い。けどあれがたまらへん、そのコレステロールはたまらへん。あ、そう、コレステロール、あ、そうそう、せやがあれはマシや言うけど、あの何かあれね、もっといいで、そう、麺が強い。植物性の油って俺体にいいと思ってた。ええ言うことないけど、わ、動物性よりはええっちゅうの。まあ血管に詰まらへん感じがするしな。まあそう、植物性は、うん、ダードはうまいけど悪い。モローな詰まる感じがするけど、これ詰まんねえ、やっぱり。スーパーハッチすごかったもんな、モンカゲのスーパーハッチ。え、これいいか、見てたよ、あの釣り堀にどうか、すいません、今日だった、今日だった餌釣りしてて、俺二人でカゲを貼り付けてそれは不思議になってたよ、うん、で、俺が釣ってスキーショットあげてくれへんから俺バレてんけやろ、それ覚えてるわ、スーパーハッチ、俺のせいで、俺心狭かった時や、ははっ中止の頃や、心狭かった時や、うん、